阪急急線系電車。阪急急線系電車は、ん、急線系電車は、2006年、平成18年より製造を開始した、阪急電鉄の通勤系電車である。京都線用の9300系と同様に、日立製作所で製造され、2006年5月22日から5月25日に、かけて、小弱工場に第一編成、8両が搬入され、 同年6月25日に西宮車庫へ改装した。ファンクラブ会員のみを対象にした市場会が神戸線で同年7月29日に実施され、7月31日に神戸線で営業運転を開始し、翌2007年平成19年9月18日に宝塚線でも営業運転を開始した。全車8両固定編成であるが6000系。 7000系、8000系、8200系との並結による重量編成運転も可能である。マスコンハンドルは8000系までは新方専用車両の管理により東芝製を採用していたが、本系列からは京都専用と同じ東洋電気製造製に変更された。A トレーンをベースとしたアルミニウム合金製車体で、 9300系と基本的なデザインは変わらないが、9300系より全長が 100mm 長く、全幅が 50mm 短くなっている。これは従来からの新法線規格に合わせたものである。座席は9300系のドア間が転換、固定式、クロスシートであるのに対し、全席型持ち式、ロングシートとなった。これに伴い座席の背もたれの高さを、 約10センチメートル拡大している。また、ドアガンの座席には3人から2人から3人、車端部の座席には3人から2人に分割する、肘掛けを兼ねた仕切り板を設置した。網棚の形状は9300系の板状から棒状のものに変更されている。照明は9300系に引き続き間接照明で、9 2 0 0編成以降は、車内照明が、 LED に変更された。また、貫通扉は9300系、同様自動扉である。車内案内表示装置には、液晶ディスプレイ、LCD を採用し、東日本旅客鉄道、JR 東日本の E231 系500番台や、東京急行電鉄の新5000系列などと同様に、ドア上部に2機設置されている、ただし地取り受け、 制御装置や手電動機をはじめとした床下の電気機器は、新法専用車両の関連により投資場制である。本系列では、イベット素子による純電気ブレーキ対応 VVVF インバータを採用。手電動機定格出力は 200kW、定格回転数は 1980rpm、最大回転数は 4716rpm である。9 3 0 0と同様に、 低速制御も装備している。阪球内部では打行制御と故障。駆動装置は TD ドライブと WN ドライブが混在している。台車には 9300K に引き続き、住友金属工業製、FS565、FS065 を採用。ブレーキ装置には踏み面ら型押し、式ユニットブレーキユニットブレーキを装備。種別、行き先表示器は、 フルカラー式 LED を採用。半球電鉄における行き先 LED 表示器の採用は8200系の側面表示器以来で、正面では初の LED 表示となる。本形式に使用されている LED フォントは字幕式のものに準じており、のような文字を強調した表示も可能となっている。全商灯は当初はシールドビーム式のものだったが2013年頃より全編成。 順次 LED のものに更新された。梅田駅寄りの制御電動車。VVVF インバータ2組。蓄電池とシングルアーム式パンタグラフを搭載。新海地駅、宝塚駅寄りの制御電動車。VVVF インバータ2組と蓄電池を搭載。新海地駅、宝塚駅寄りから2両目に連結される、中間電動車。VVVF インバータ2組。 蓄電池とシングルアーム式パンタグラフを搭載。補助電源装置として静止系インバータ2組と電動空気圧縮機を搭載する中間付随車。9550型は梅田駅よりから2両目、9560型は新海地駅、宝塚駅よりから3両目に連結される。特別な機器は搭載しない中間付随車。 2013年4月1日現在、11編成88両が在籍しており、そのうち6編成が宝塚線、5編成が神戸線に所属している。2012年度は2編成が増備され、6月に宝塚線、10月には神戸線に各1編成が配置されている。本数が増え出した2012年から全編成が、 それまで7013万7018回が担っていた両線予備者の役割を担うようになった宝塚線所属者は神戸線予備、神戸線所属者は宝塚線予備。急線系を運用している宝塚、神戸線間での編成の移動については、2012年10月に神戸線所属の9004編成が一時的に宝塚線で運用されており、同年12月5日には、 宝塚線所属の9001編成が神戸線で運用を開始していたが、2013年2月に宝塚線に復帰した。また、2013年3月に9003編成が神戸線に転属していたが、こちらも同年12月に宝塚線に復帰した。これ以外にも、車両の運用状況によって、神戸線の在籍者が宝塚線に一時的に転属したり、 その逆のケースも発生することがある。2016年現在、9001回、9003回、9007回以上、宝塚線、9002回、9004回、9006回、9008回が相手路線に貸し出された経歴を持っている。また、2編成が同時に貸し出されることもある。なお、9000系は全編成が神戸、 宝塚両線の表示幕を装備しているため、貸し出す編成を特定していない。しかし2017年頃からは線形が貸し出されることが増えており、旧線形が貸し出される頻度は減りつつある。2013年12月13日現在、旧線2回は2010年12月17日の営業開始から2011年3月31日まで未来の明かり号として、 ラッピングを施して運行された。2014年3月21日から12月24日まで、宝塚線の9009回が、今津線の7000系7001回と共に、宝塚歌劇100周年を記念した、ラッピング列車、宝塚歌劇トレインとして運行された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。